赤星です。どうも、もう返せません赤崎です。降りしきる雨の中ですよです。はい、よろしくお願いいたします。まっさ、今回はラーメン二郎相模大野店行ってきたんですが、はい、ですが、はい、撮影許可がちょっと下りないんでやっぱりはいはいはい、イラストでちょっと進めさせていきたいと思います。イラスト文字もうちょいどうにかどうにかですか、クレヨンで書いてるんで二郎をピンクにする意味まあ、素文字とも言いますね。素文字とも言いますまずはこれ見ていきましょうね。まあ、ツイッターの期間限定メニューとかがこう券売機に貼られてまして、はい、で、こちらにある、この黄色い布がぶら下がってたこれまだありますよという。布ですか？布です、ね。バナナですよ、ね。バナナではないです。ないんです。で、左上にこう、初めての人は、はい、ダメだよって書いてありまして、うん、麺がなんと450になっちゃうんで、うん、本当に気をつけてください。はい、で、危険物取り扱い注意っていうメッセージも入ってるんで。あ、台の方は。そうそうそう。なるほどね。よーく考えてください。はい、で、さらに注意が。ひらがな。あります。1、千増し増し増しは NG。はい、今年31ですよね。はい、そうです。その文字には見えないですよね。クレヨンなんで。クレヨンなんで。いや、言い訳できない問題かな。そのままって言ってもいいですけども。はい、その2、麺固め、やわめなどもないんで。ああ、なるほど。ちょっと気をつけてください。やわめっすかこれ。やわめです。書いてあります、ね。やわめです。これちょっと待って。はい、出ました。大ラーメンです。ちょっと待ってくれ。何ですか？いやいや、これはデフォルトで豚2枚入ってるし。いや、もう枠はマジックとか使おうよ、もう。牛か。いやいや、これでも画面でっかくしたらすごい綺麗だから。本当に、ね、淡いんですよ、やっぱクレヨンだから。いやいや、このね、野菜は、あー、次行きましょう。豚です。いや、豚、これ噛みちぎり感が楽しい。ギュッとしたね。肉の質感が楽しめるんですよ。こんなに入ってこない動画もないよ。いや、そうかな。足不定な。足。あ、なんだ。スープです。スープ。スープなんですけども、醤油の数がね、濃い味に見えるでしょ、これね。乳化と非乳化。ちょっと待ってくれ。中間ぐらいの仕上がりなんで。わかんないよ、これ。どっちとも取れるよ、これ。美味しいですよ。さらにこう麺をね、引き出していきましょうか。これなんですよ、やっぱり。いや、めちゃくちゃ面白いじゃん。昨年ね、こうお邪魔した時はもっちもちだったんだけど、ご覧くださいね。うん、ご覧ください。やや方ゴワット麺なんですね。うん、食べていきましょう、一緒に。ちゃ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 。麺スープで。あっちゃっちゃ。非常に美味しいんですね。さすが出ました、これなんと詰め替えタイプの黒胡椒なんです。これ胡椒なんだ。水かと。ではないです。コップではないです。醤油とニンニクが強いんで胡椒の風味でね。さらに濃い味して。ちょっと待ってくれよ。私です。私です。いや、小三の息子書いたんじゃないですか。じゃあこれしっかりとした私が書いてるんで。なんと今回から豚量もね、あの平均に入れていこうということで。以上の相模大野店だったんですね。ちょっと入ってこなかったな。いやいや、臨場感あふれる映像にできましたよ、なんとか。やっぱこれを黙々と書いてる赤星の姿が面白いなっていう。休みの日利用して、というわけで、はい、ラーメン二郎相模大野店素餅でございますけども、はい、大変美味しかった。皆さんもね、ちょっと気をつけて行ってみてください。まず自分で確かめたいですね、本当に合ってるのか。そう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 、行ってみてください。はい、ごっちゃんでしたい、はい、ごっちゃん。